彼女の前には鍵穴があった。それこそが全てを終わらせるためなスッチがあること、彼女自身は知っていた。それでも彼女は応募の鍵を差し込んだ。モディとそしてエイが彼女を消滅させるために、そして全てがなくなった。あの男の残した残骸も、彼女の母親も、もはや彼女がリボルバの引き金を引くとはないだろう。その必要もなくなったのだ。これが主演だと彼女は思っていた。しかしそれは勘違いでしかなかった。応募の鍵でも消せないものが世界に存在すること、その時の彼女はまだ知らなかった。森だった場所でニューヨークをコウモリが飛んでいた。彼は千年の時の中で、人々はこの世界をユートピアにしてくるだろうと信じていた。しかし実際に出来上がったのは地獄だった。彼が世界に感受することはもはや不可能だ。しかしこの世界で新たに生まれた神ならば話は別である。森が死んでも神はかろじて死んではいなかった。コウモリは彼女の力を借りることにした。それは禁忌であったが、一回下なら許されるだろう。世界の最後の姿は地獄か天国か。